夜明けの空を水面に映すマラウイ湖。マラウイの歴史はマラウイ湖と密接な関係にある。本港、マラウイの歴史は現在のマラウイ共和国に該当する地域の歴史について扱う。この地域はかつてバントゥー系民族により建てられたマラビ帝国の一部であった。19世紀末にイギリスの保護領となり、イギリス中央アフリカ保護領やニアサランド、 ローデシア・ニアサランド連邦などを経た後に、1964年に、マラウイとして独立した。マラウイで発掘された、ヒトカ動物の下顎の化石チョンゴニの岩江地域の、壁画人類の祖先として現在知られている中で、最古のものは、ケニアのトゥゲン丘陵で発見されたおよそ600万年、前のオロリン・トゥゲ年室であるが、マラウイで発見された、ヒトカ動物以外と石器は、 考古学的調査から100万年以上昔のものであることが明らかとなっている。また、およそ6万年から5万年前の原始人類がマラウイ湖周辺に住んでいたことが判明している。さらに、紀元前8000年頃と推定された人の以外の身体的特徴は現在のアフリカの角に暮らす人々と類似していることが分かったほか、 別の地点から発見された、紀元前1500年頃の意外は、三人に近い特徴が見られたことが報告されている。小柄な体育と同色の肌を持つ三人は、現在いくつかのグループに分かれているが、現在のマラウイに住む彼らの子孫は、トゥアと呼ばれる狩猟最終民族グループを形成している。2006年に、世界遺産となった中部州のデッザ県にあるチョンゴニの、 いわゆる地域の資料へは、トゥアの祖先が描いたものである。17世紀半ばのマラビ帝国の領土詳細は、マラビ帝国を参照現在のマラウイの国家名である。マラウイは、かつてこの地域に存在した、マラビ帝国の後に由来するものである。マラビ帝国として知られる。この国家は、15世紀終わり頃に、バントゥー系民族のマラビ族によって建国された。現在のチェワ族の先祖として知られる。 マラビ族は、現在の今後共和国がある地域から、病気や社会的騒乱から逃れるために、マラウイ湖の北側地域まで移住してきた。そのため、チェワノゴは、外国人を意味する単語であるとの説がある。移住した先で、マラビ族は、統一的な防衛組織を持たずに小規模な家族のクランを構成して生活する、先住民族のツアーを攻撃して追い詰め、殲滅していった。 なお、このマラビ帝国の人々は、製鉄業に携わっていたことが知られている。また、マラビとは、光線を意味すると考えられ、この国名は、多くの釜が夜空を照らす姿から由来した可能性がある。マラウイこの南西部の海岸で発足したマラビ帝国は、最終的には、マラウイの他に、現代のモザンビークやザンビアの一部を含む、 広大な領土を持つ国家へと成長した。このマラビ帝国が発展していた機関の支配者は、フィリの氏族に属するカロンガの肩書きを持つものであり、自らの居住地をマンチンバに置いた。カロンガの指揮の下新たな領土を占有し、征服するための海首長が任命されていた。しかし、任命を受けた海首長同士の争いや奴隷貿易の影響を受けて、 カロンガの権威は低下し、18世紀初頭の頃からマラビ帝国は衰退し始めた。奴隷戦の一例発足当初の頃のマラビ帝国の経済は大部分を農業に依存しており、雑穀やモロコシの生産を主として言っていた。ヨーロッパ人との接触が初めてあったのはマラビ帝国地政下の16世紀のことであり、その後幾度かの接触が、 ポルトガル人によって行われた記録が残されている。マラビ帝国の領土は16世紀半ばには、現在のモザンビーク東部の海岸域まで達しており、マラビ族は、造形や鉄、奴隷などを交易品として、ポルトガル人やアラブ人と貿易を行っていた。この貿易により、マラビ帝国全土の共通語として、チェワ語の普及が一層進んだとされる。16世紀になると、ポルトガル人は、 現在のモザンビークのテテ経由してマラビ帝国の領土へと到達し、この国に住む人々に関する文章報告をヨーロッパ人として初めて行った。また、ポルトガル人はこの地域に初めてトウモロコシを持ち込み、後にトウモロコシはそれまでこの地域で主食とされていたモロコシに代わり主食の地位を占めることとなった。マラビ族はまた、 ポルトガルとの間に奴隷貿易を行い、売却された奴隷は主にポルトガルの植民地であった、モザンビークやブラジルのプランテーションでの労働に従事させられた。ズールー人の王、シャッカズールー詳細は、無後族を参照学び帝国の衰退は、二つの兄弟な多民族の登場と関連している。その一方は、現在の南アフリカ共和国のクワズールナタール州に、 該当する地域からマラビ帝国へやってきた、ズワンゲンダバ率いるンゴニ族である。このンゴニ族の移住は、ズールー人の王をめぐり、シャカズールーとズイデが争い、ズイデが敗れたことに起因する。ズイデの敗下であったズワンゲンダバは、シャカズールーとの戦いを続けたが、一方的に押され続け、最終的には北方へ逃れるためのムフェチャネと呼ばれる、大移動を行ったのである。このムフェチャネは、 マラビ帝国を含めた南部アフリカ地域に多大な影響を与えた。釈迦の軍勢と戦闘を行っていた期間、ムゴニ族は軍事的戦略としてマラビ帝国に対したびたびの攻撃や占領を行った。その後、ムゴニ族は岩山地帯に定住すると食料の略奪や奴隷の獲得を目的としてマラビ帝国へ毎年攻め込むようになった。ムゴニ族は 獲得した奴隷の大部分を軍隊を養うための食料の生産に従事させ、子供の場合は戦士として養育した。また、一部は奴隷商人への売却を行った。詳細は、ヤオ族を参照学び帝国の衰退に影響を与えたもう一方の民族が周辺地域に強い力を及ぼしていたヤオ族である。ヤオ族は、マクア族との戦闘や飢餓から逃れるために、 モザンビークの北部からマラビ帝国へと移住してきた民族である。マクア族はヤオ族がザンジバルのアラブ人商人との増下や奴隷の交易によって富を蓄えていたため敵として襲撃を行うようになった。ヤオ族はマラビ帝国への移住を行った後すぐにマラビ族とんごに族の双方を襲撃して捕虜を獲得し、後に奴隷として アラブ人やスワヒリ人へ売却した。なお、ヤオ族は、ダ民族との紛争に銃を使用した、最初かつ長らく唯一の民族であった。1870年に、ヤオ族の支配者階級の人々は、伝統的なアニミズム信仰よりも、貿易のパートナーである、アラブ人の宗教であるイスラム教を信仰するようになった。ヤオ族が、イスラム教へと回収したことによる利益として、 読み書きの教育やモスク設立の協力を行う、シャイフの指導を受けることができた。また、アラブ人の貿易省は、ヤオ族に稲作を紹介し、この影響で現在でもマラウイコ南部域では稲作が比較的盛んに行われている。ヤオ族との強いパートナーシップを背景として、アラブ人の貿易省は、マラウイコの沿岸地域に何カ所かの交易省を設立した。 これらのうち最大のものは1840年にアラブ人貿易省のジュンベによりコタコタに建設されたものである。ジュンベは毎年5000人から2万人の奴隷をコタコタへ集め、コタコタからはキャラバンを組んで一度に500人程度の奴隷を輸送し、現在のタンザニアのリディ州キルワ県の海岸沖にあるキルワ島へ一度運び込んだ。この効率的な奴隷集めの手法が確立したことで、 奴隷貿易の主体は、モザンビークのポルトガル人からザンジバルのアラブ人へと移っていった。ヤオ族とゴニ族は互いに幾度も争いを繰り返したものの、いずれの民族も決定的な勝利を収めることはできなかった。マラビ帝国に住むその他の民族は、そのほとんどが両民族からの攻撃により壊滅した。マラビ族の主張のうちの幾人かは、 アラブの奴隷商人と同盟を結んだスワヒリ人同士で同盟を結び、自らの部族の身を守った。デイビッド・リビングストンの肖像ポルトガル人は16世紀中にマラビ帝国と接触していたものの、マラビ族の指導者層まで手を伸ばすことができなかった。その結果、ヨーロッパ人として初めてマラウイコへ至り、彼らと歴史上重要な接触を行ったのは、 イギリスの探検家で宣教師のデイビッド・リビングストンとなった。リビングストンがザンベジ川を蒸気船で遡り、マラウイコとその周辺を探検したのは1859年のことであった。この探検において、マラウイコをヨーロッパ人として初めて発見したリビングストンは、ヤオ族の言語である、ヤオ語で湖を意味するニアサからニアサコと命名している。なお、 奴隷貿易に反対していたリビングストンは奴隷商人による探検の妨害を受けたほか探検の途中に幾人かの従者に見放されて虚偽の死亡説を報告されたり1867年のクリスマスには医療用カバンを盗まれたりしたその後リビングストンは1873年にマラリアで没した彼の生前の功績を称え1876年には 出身地のブランタイアにちなんだブランタイアの町が設立されたほか、1894年には彼の名にちなんだリビングストニアの町がスコットランド自由協会の宣教師により設立されている。聖ミカエル及び書店市協会リビングストンの探検以降、スコットランド長老派協会が1876年にブランタイアへ聖ミカエル及び 書天使協会設立を行ったほか、聖公会の宣教師がリコマジ前、協会の設立を行った。これらのイギリス人宣教師たちの目的の一つには、19世紀末まで続くこととなるペルシア案における奴隷貿易を終わらせることがあった。イギリス本国ではすでに1834年までに奴隷貿易の廃止を決定しており、アフリカ沿岸地域において、 他国の奴隷貿易の取り締まりを行っていたのである。1878年には、主にグラスゴー出身の貿易省を中心として、宣教師たちへの商品の供給や援助を目的としたアフリカンレークが設立された。この動きに対し、その他の宣教師、貿易省、漁師、農園主などもこれに追随していった。イギリス中央アフリカ保護領の文章詳細は、 イギリス中央アフリカ保護領を参照1883年、イギリスの領事は、キングスチーフス・オブ・セントラル・アフリカを任命され、1891年には、ポルトガルとの間に、英語機を経た後、同年中に、シーレ・コーチ保護領を宣言、1893年には、イギリス中央アフリカ保護領を設立した。 このイギリス中央アフリカ保護領は1893年から1907年まで続いたが、この期間に施行された法律や行政手続きにより、入植した白人の優遇政策のほか、先住民族の所有する土地の脱出や権限の削減などが行われていった。また、この期間にコーヒーの栽培が始められており、現在でもマラウイの有力な換金作物の一つとなっている。 なお、このイギリスによる保護領時代は1963年末まで続くこととなる。詳細は、ニアサランドを参照1907年10月、イギリス中央アフリカ保護領はニアサランドもしくはニアサランド保護領と改名された。なお、ニアサとは、ヤオ族の言葉で湖を指す。ニアサランドの国旗1914年に第一次世界大戦が始まると、 アフリカ大陸各地でも中央同盟国側であったドイツの各植民地と連合国側であったイギリス、フランス、ポルトガルなどの植民地との間で戦闘が発生した。ニアサランドもドイツ領東アフリカとの間に戦闘を行い黒人兵や民間人にも多くの犠牲を出した。また、マラウイにおいて独立運動の先駆けとなる反乱が 第一次世界大戦中の1915年に起きている。この反乱を率いたジョン・チレンブーエはアメリカのバージニア神学校で学んだ後にニアサランドへ帰国し牧師を務めていた人物である。本来はヨーロッパ人同士の争いである。第一次世界大戦へアフリカ人が巻き込まれることに疑問を抱いたチレンブーエは部族の壁を越えてヨーロッパ人への反乱を行った。 1915年1月23日に始まった。この反乱は、翌月の2月4日に、チレンブーエがアフリカ人兵士に射殺されたことで終わりを迎えた。当初、白人入植者に搾取される一方であった黒人たちであったが、チレンブーエのように、ヨーロッパやアメリカで教育を受けたアフリカ人のエリートたちがだんだんとアフリカ人として主張し、 政治的活動を行うようになっていった。そして、1944年には、初の政治組織である、ニアサランドアフリカ人会議が結成され、後のマラウイ会議党となり、1964年に、マラウイを独立させる、原動力となったなお、チレンブユエノシから50年後の1965年、マラウイが独立を遂げた翌年にあたる、この年には、 ヘイスティングズ・カムズ・バンダ大統領により、マラウイ独立運動の先駆者として、チレンブーへの肖像画を載せた切手が発行された。その後、毎年1月15日は、ジョン・チレンブーへの日、として、マラウイの祝日となったほか、現行のマラウイ紙兵にもチレンブーへの肖像画が、載せられている。ローデシア・ニアサランド連邦の国章 ローデシア・ニアサランド連邦の国旗詳細は、ローデシア・ニアサランド連邦を参照1940年代後半、飛躍的な経済発展を遂げた南ローデシアは、北ローデシアの資源とニアサランドの黒人の労働力の獲得、及びアフリカ人の民族主義を阻害する目的で、これら3つのイギリス領による連邦制の構築を主張し、 これを受けて1953年8月1日にローデシア・ニアサランド連邦が成立した。しかし、成立した連邦では、南ローデシアの白人入植者を優遇する政策が多く、人口の99%以上を黒人が占めるニアサランドには、連邦制のメリットが少なかったことや、アフリカ諸国で独立への機運が高まっていたことがあり、1959年には、 ニアサランド内で反乱が発生することとなった。また、その前年の1958年7月29日には、アメリカテネシー州のナッシュビルにある、メハリー医科大学で1937年に学位を取得し、イギリスとガーナで診療所を開いていた、ヘイスティングズ・カムズ・バンダがニアサランドへ帰国。その後すぐに、ニアサランドアフリカ人会議の指導者へと就任した。同会議は、 翌年にバンダを含む主要メンバーの逮捕によりが開始かけるが、逮捕されなかった残りのメンバーによりマラウィ会議等が結成された。バンダは北ローデシアのグーエロ刑務所へ送られたものの、翌1960年には出所してマラウィ会議等の指導者に就任するとともに、ロンドンで行われた連邦の憲法に関する協議会に出席した。1961年4月15日、 バンダ率いるマラウイ会議党は新たに制定された憲法の下で行われた1961年ニアサランド立法議会選挙に圧勝した。バンダは立法議会で重要な役割。また、1962年11月にロンドンで第2回目の憲法協議会が行われ、イギリス政府は翌1963年からニアサランドに自治権を与えることに同意した。 マラウイの首相一覧を参照1963年2月1日にヘースティングズ・カムズ・バンダは首相へと就任したが、イギリスは依然としてニアサランドの経済、国防、司法などをコントロールしたままであった。完全な自治権を獲得するためにニアサランド自治領政府は1963年5月に新たな憲法を発布した。また、1963年には、 連邦離脱権をイギリスから獲得し、ローデシア連邦とニアサランドは1963年12月31日に分離した。マラウイ共和国の国旗1964年7月6日、マラウイはイギリス連邦内の英連邦王国として独立を果たした。なお、独立の直前に行われた戦、なお、それから2年後の1966年に憲法で、 マラウイ会議党以外の政党結成が禁止され、一党制体制が法的に確立された。また、1966年にマラウイは共和制を採用して、現在のマラウイ共和国となり、バンダは首相から大統領へと就任した。このマラウイ会議党による一党体制は、1993年の国民投票の結果、多党制が導入されるまでの30年近くにわたって、 維持されることとなる。マラウイの初代大統領、ヘースティングズ・カムズ・バンダの像。1970年に、バンダはマラウイ会議党の終身党首となり、翌1971年には、国会でバンダを終身大統領とすることが議決された。また、マラウイ会議党下の民兵組織である、ヤングパイオニアーズを結成し、 1990年代まで国家のコントロールを権威主義的に言った。バンダは常に自身を終身大統領オングワジ、ヘースティングズ・カムズ・バンダ博士閣下と呼称させる独裁者であった。バンダへの忠誠はあらゆる場面で要求された。すべての商業ビルにはバンダの公式写真を壁にかけることが要求され、その他のポスターや時計、絵画など、 一切のものをバンダの写真より上部に設置することが禁止された。また映画や演劇、学校の集会など、ほぼ全ての催し物の前には国歌が演奏されたほか、映画館においては国歌の演奏中はスクリーンにバンダ大統領が国民に手を振るシーンが流されていた。バンダが街を訪れる際には地域の女性らが空港へ迎えに上がってダンスを行う必要があり、 その折には特別な服装とバンダの公式写真の掲揚を行うことが要求された。さらに国で唯一のラジオ放送は大統領のスピーチと政府のプロパガンダを放送していた。またバンダは女性がズボンを履くことと膝が露出するようなスカートを履くことを法律により禁止した。また男性の場合は髪の毛を襟首より下に伸ばすことが禁じられていた。 教会の認可は政府が行い、エホバの証人のような特定の宗教団体に所属する人物は迫害され、周辺の国へと追い出された。また、すべてのインド系のマラウイ市民は家や職場から強制的に立ち残され、大きな都市のインド人居住区へと移住させられた。さらに、移住を行うことのほか、個人資産を海外へ持ち出すことや、他国の通貨を持ち込むことは、 法律で禁じられていた。そのため、資産や収入を手放さなければ、マラウイを去ることができなかった上、ほとんどすべての財産を手放し、海外でやり直したいと考えた人々にすら、海外渡航ビザは滅多に降りなかった。なお、すべての旅行者は、飛行機での出入国に際して手荷物の検査を受けた。すべての映画は、映画館で上映されるより前に、 マラウイ検閲委員会によるチェックが行われていた。ヌードや政治的な題材など検閲委員会により不適切と考えられた作品は当該場面の編集を受けた。また手紙も検閲委員会によって監視されていた。海外との手紙のやりとりの場合、開封され読まれた上、時には編集を受けていた。ビデオテープについても検閲官によるチェックを受けるために、 検閲委員会へ郵送する必要があった。検閲を受けたビデオテープには、検閲済みのステッカーが付与されて、所有者へと送り返された。さらに、電話は傍受されており、会話中に政治批判を行った際には、通信が切断された。書店で販売される書物も検閲を受けており、ニューズウィークやタイムのような雑誌は、ページ丸ごとあるいは、ページの一部分が切り取られていた。 2006年に開館したバンダの霊病、リロングウェニテ。なお、バンダ自身は不正在地区により非常に裕福であった。一方、バンダの統治期間中のマラウイは、その大部分が世界で10市に入る、最貧国の一つであった。バンダは、数件の大邸宅や企業、個人用、ヘリコプター、自動車、その他の贅沢品を所有していた。また、 バンダ大統領を非難する発言は厳しくき、これらの行為により、バンダとマラウイ政府は、ヒューマンライツ・ウォッチとアムネスティ・インターナショナルから人権侵害行為を非難された。なお、1994年に大統領を引退した後、後バンダは殺人と証拠隠滅の容疑で起訴された。その後、バンダは1997年11月に、 南アフリカ共和国の病院において101歳で病没した。また、バンダはアパルトヘイトを行う南アフリカ共和国と外交関係を維持した植民地独立後の数少ない指導者であった。バンダによる独裁政治が長らく維持されていたマラウイであったが、1991年に南アフリカ共和国大統領であったフレデリック・ウィレム・デ・クラークが アパルトヘイトの法的廃止を決定して以降、マラウン国内の協会及び国際世論からの圧力増加と国内の民主化要求が高まってきた。この結果、翌1992年にバンダは複数正当制を新たに導入するか、一等制をこのまま維持するかを国民投票により決めることを発表した。そして1993年6月14日、 マラウイ建国以来初の国民投票が無事行われ、国民の3分のに近い得票を得て、多党制導入が決定された。その翌年の1994年5月17日、マラウイ初の民主的かつ公平な選挙となる1994年、マラウイ総選挙が暫定的な憲法規定のもとに行われた。なお、この新たな憲法では、 以前に憲法に規定されていたマラウイ会議党に対する特別権限が除かれているものであり、1995年に正式施行された。選挙の結果、統一民主戦線の指導者であるバキリムルジがバンダを下して大統領へ当選した。また、所属党の統一民主戦線は、177議席中の82議席を獲得して第一党と、 なったものの単独過半数には届かなかったため民主同盟との連立与党を形成した。なお、1996年にこの連立は解消されたが政府閣僚のポストを得ていた民主同盟所属の数人の議員は民主同盟所属を離党して閣僚として残留した。なお、大統領となったムルジは1995年に ミズーリリンカーン大学から名誉学位を授与された。ムルジの出身部族であるヤオ族における少年たちの成人の儀式1999年6月15日、マラウィは2回目の民主的な選挙となる1999年、マラウィ総選挙を実施した。ムルジは大統領2期目の就任を目指して出馬したが、この選挙では民主同盟が マラウイ会議党と選挙協力を行い、対立関係となった。選挙の結果、ムルジが過半数の票を獲得して2004年までの任期で大統領の2期目を務めることとなった。この1999年の選挙は、マラウイ国内に内戦の瀬戸際間近の争いを生じる結果となった。トゥンブ家族やゴニ族、ムコンデ族といった北部で優勢なキリスト教徒の部族は、 南部出身でイスラム教徒のムルジが大統領へ再任されたことに対し強い不満を持った。その結果、ムルジの出身部族であり、イスラム教徒であるヤオ族へのテロ運動が行われ、数百万ドル相当のヤオ族の資産が盗まれたり、破壊されたりしたほか、200ヵ所近いモスクが放火の被害を受けた。二千一年には統一民主戦線の議席数は十六議席である。 一方、民主同盟が30議席、マラウイ会議等が61議席で、残りの6議席は無所属となっていた。ただし、公的な政党としては認められていなかったものの、この無所属議員6人は国家民主同盟を結成しており、野党のポジションに属していたため、ムルジは少数与党による運営を強いられた。なお、 国会の193議席中に占める女性議員数は代理人一人も含めると計17人であった。ビングはムタリカ現マラウイ大統領2004年5月に行われた2004年マラウイ総選挙ではマラウイの憲法規定によってムルジは出馬できなかったため統一民主戦線からはムルジの支援を受けたビングはムタリカが出馬した。ムタリカは野党により支持されたジョン・テンボと。 グアンダ着アンバに選挙で勝利し、大統領へと就任した。しかしながら、ムルジの所属する統一民主戦線は、1994年や1999年よりも議席数を大幅に減らして、マラウイ会議党に次ぐ第二党となった。そのままでは、国会運営に差し障るため、いくつかの野党グループと連立を組み、過半数を確保した。しかしその後、 ムタリカは汚職や政治腐敗をめぐって党本部やムルジと対立した結果2005年2月5日に統一民主戦線を離党し新たに民主進歩党を結成した。なおこの政党は少数与党であったためにムタリカは厳しい国会運営を強いられた。風を操った少年ことウィリアム・カムクワンバその後2009年マラウイ総選挙にて ムタリカは3分の2次会支持を得て大統領に再任され、所属する民主進歩党も過半数を単独で獲得し、安定政権となった。その他、ウィリアム・カムクワンバは、マラウイの人物として、近年、世界的に知られた人物である。カムクワンバは2002年、14歳の時に授業料が支払えずにセカンダリースクールを中退したが、 図書館で独学を続けた末に、廃品を用いて、自力で風力発電用の風車を建築し、カスング県のマシタラ村の自宅でいくらかの電気を使えるようにしたことで名声を得た。カムクワンバの業績は、各国の環境団体から高い評価を受けている。ありがとうございます。